はい、こちら越路養鯉場さんのドイツ大和錦、搭載でサイズが11センチです。お願いします。はい、越路さんのドイツ大和錦ですね。サイズ11センチ、12分で予定しております。非常に手の先までよく光っており、顔も、プラチナ地、しっかり光っておりますね。そして小さいですが、墨もよくまとまっております。バランスの取れた一級品だと思います。大変よく出来上がっておりますね。墨も冷めることがなく、パチッパチッとよく決まっております。紅も、しっかり色が上がっておりますね。手の先まで綺麗にこの光がなっております。これが最大の魅力だと思います。はい、噛みますね。顔も真っ白です、ね。顔も真っ白です。よく仕上がっております。はい、非常に小さいです。はい、墨も、玉墨、しっかり、全部の墨、固まってます。お腹です。こう強いんじゃないかなと思って大変期待している時です。はい。本当に光の非常に強い、そうですね、綺麗な声ですね。炭が光るんですからね。しっかりしてます。はい、ちょっとこれによるとボケちゃうのでこのぐらいにしておきますが、非常にこう出てる炭がしっかりしてます。はい、また12部ってなかなかいないですからね、この出来上がっているのが。この辺も魅力です。はい、いかがでしょうか。こちら、越路養鯉場さんのドイツ大和錦、搭載でサイズが11センチです。ぜひよろしくお願いします。